カーティンググリッドにつきますが、ここでタイヤの状況なんですが、ネルソン・ピケだけがスリックタイヤですか。そうなんですよね、やっぱりブラジル人かけたんでしょうね、これは上がっていくという方向にね、はい、残念でしたっていう結果になると思うんですが。さあスタートのそのシグナルを見つめる中段以降のマシンがゆっくりとグリッドについていきます。まずは注目のそのスタートシーン、ネルソン・ピケがスリック、しかし水しぶきが上がる路面です。レッドシグナル点灯、グリーンに変わって今スタート。やはりピケが出遅れた。あ、後ろでやってる。あ、中段以降これはちょっと混乱ですね。さあそんな中、前が5、6台1コーナーに飛び込んでいきました。ピケが遅れました。やっぱり雨が作った1コーナーですねこれは、やっぱり、はい。そして後方の混乱の中、チコセダがレースを早くも終えています。フィットパルディという車に乗っててね、ウィルソン・フィットパルディという人が、エマーソン・フィットパルディのお兄さんですね、はい、が作ったチームです。あ、スピンしてますね、あそこで。うわ、乗り上げてますね。パトレーサーがいいスタート切ったらしいよね、雨の中。まあネルソンがやっぱりタイヤがね、はい、厳しくてどうにもならないですけどね。中段のアクシデントをおさらいしておきますと、ホイールスピンのピケを避けようとしたプロストにビルヌーヴが追突、アルヌー、セラ、アンドレッティが巻き込まれた模様です。さあトップはロイテマン、追いかけます。オレンジのマシンにはパトレーゼ、その後ろにアラン・ジョーンズという体制になっています。今ロイテマンは全開で言ってますけどね、はい、このマシンの FW07C っていう車なんですけどね、まあ、その前年からですけども、このウィングカーの、ね、完成、ウィリアムズのある種完成型だったんですよね、はい、それであのウィングカーっていうのはその前に70年代後半にあのロータスが作り出したやつなんですけども、それがかなりここ今度このパトリック・ヘッドさんの、ね、デザインでかなり良くなった、それでもうこのシーズンこの車が、はい、まあシーズンを席巻すると言おうかな、それに近いものがあったんですけどね。パトリックヘッド、もうこの時代で名前上がりますか。もうバリバリでございますですよ、ね、ただしこの当時はまだね、穴の開いた靴下とかね、穴の開いたズック履いて、はい、よれよれのジーパン履いてましたけどね、さあそして2位が変わりました。アラン・ジョーンズがリカルト・パトレーゼをかわしています。ウィリアムズワンツーフォーメーションに入りました。なりましたね、早くもね。さあそしてこちらはパトリック・タンベー、セオドールですね。これはこのチームはテディ・イップさんという人がね、香港の大金持ちなんですけどね、彼のチームなんですよね。セオドールって彼のクリスチャンネームなんですよ。そしてドイテマンが2位に上がったアラン・ジョーンズを突き放していこうというところなんでしょうか。この2人にはね、ウィリアムズの中でいろいろなことがありますからね、やっぱり2トップは難しいですよね、はい。